能登鉄道 NT200 形気動車は、2005年3月に4両、同年10月に3両、計7両が製造された能登鉄道の気動車である。能登鉄道開業時から使用されていた NT100 形の代替として、高性能化、省エネルギー化、バリアフリー、保守用意化を狙い、2005年3月に NT201、NT204 の4両、10月に NT211 から213の3両、計7両が製造された。従来車に対して、車体長が2メートル延長され、従来3両編成で運転されていた列車を2両編成とすることで、運用車両数の削減が図られた。金沢駅乗り入れを想定し、各種装備が取り付けられるよう準備が行われている。2005年3月製造の車両と2005年10月製造の車両では座席配置が異なる。一次車の車内運転台車体は普通構成、正面貫通構造の両運転台式である。側窓は視界を広く取るため固定式となり、JIS R 3213準拠の強化ガラス及び合わせガラスが採用された。ホーム高さが低いため、客用扉にはステップが設けられた。車体色は従来のオレンジ色から、能登の海をイメージした青を基調に、草加と乗務員、ドア部分を白に変更した。2005年製造の4両には4人掛け、シートピッチ 1620mm のボックスシート4組、同じシートピッチの2人掛けボックスシート5組と、新商車対応の便所が設けられ、それ以外のスペースにはロングシートを備える。2006年製造の3両では2人掛け、ボックスシートが4人掛けに変更された。エンジンはカミンズ製 N14R を1機搭載。動力は変速1段、直結3段のTACN-33 から1603、変速機を介して台車に伝達される。補機類は軸駆動とすることでベルト類を廃止した。前位、側台車は2軸駆動の同台車 NF01B、後位側は従台車 NF01BT で、いずれもボルスタレス式の空気バネ台車である。制動装置は電気指令式空気ブレーキが採用された。制輪後の凍結を防ぐため、動力台車には冬季留置ブレーキが設けられた。車両制御は多重電装で行われ、配線数の削減が行われた。冷房装置は新冷媒対応、ベルトレスのものが、暖房は気管排熱を利用した温風式のものが採用された。2012年以降、NT200 形の一部車両にラッピングが施されて運行されており、運転時刻は能登鉄道ホームページに公開されている。NT211、長井豪キャラクター、ラッピング列車。写真に写っている。ラッピングキャラクターは、マジンガー Z2012 年3月10日より NT211 号車が、かつてのと鉄道の沿線だった輪島市出身の漫画家、長井豪の漫画作品である、マジンガー Z、デビルマン、キューティーハニーが描かれたラッピング車両となっていたが、2019年に運行を終了し通常塗装に戻された。2012年3月24日から2014年10月13日まで NT201 が花咲くいろはラッピング車両とされていた。2013年3月9日から NT202 が劇場版花咲くいろはホーム、スイートホーム、ラッピング車両となっている。2014年8月1日から2016年10月11日まで NT203 が PA ワークス制作のトゥルーティアーズ、花咲くいろは、グラスリップのヒロインが描かれた、花咲くいろはラッピング3号車となっていた。2016年10月8日から NT203 に代わって NT204 にラッピングが施された。ありがとうございます。